こんにちは、尺八の三橋貴風です。今日はですね、聖徳太子作の初幕者演奏解説、続きを参りましょう。それではちょっと譜面をご覧ください。この間はですね、ここまで行きましたね。で、こう、ちょんちょんとこうなってるの、これ、よく、尺八の譜にある段落ですね。本日はここから先を参ります。ところがですね、前回この「ロのごめりは」これ戦法上宙めりで吹く方が良いと思うという話をしましたが、次にこの西語の「は」が出てきちゃうんですよね。でこれもですね、実は本当はこの譜面上の「ロのごめり」同様、西語の「は」の「め」と書いてある場合「ごめり」ですから、この次の「り」と同じ律になってしまうんですね。でここはね、本当に悩ましいというか迷うところなんですけれどもね、これは理と同じ律で吹いたらおかしいかっていうと、まあその考え方もあるかなと思うんですけれども、私はですね、むしろこれ宙めりで扱って、この「ロ」の宙めりと同じ音程で吹くことにしております。いろいろちょっと試行錯誤の結果ですね、その方がまあ雅楽的かなという気がしたんですね。で実はこれ尺八の、まあ、メリカリの角度の問題なんですけれどもね、管の「ロ」のメリって一番メリの難しい音なんです。だからこれ、中メリであろうともですね、その中メリの音程を出すための管の「ロ」ってかなりメリなんですね。で、ところが、この西語の「は」っていうのはですね、2と4と5、これをね、かざしで吹いてるわけですよ。大メリ、まあ、今回は中メリで吹きますが。で、この尺八のね、この特性というか、まあ、楽器の癖として、気中の長さ、ロという手ね、これ全部押さえた手は、空気の筒が、もうここからここまで全部ですよね。気柱が長ければ長いほどめりづらいんです。ですから西語の「は」っていうのはこの五根が半分入ってるわけですね。最もめりやすい音なんです、これ。ということはですね、同じ「ロ」の中めり出すのでも、この両者「ロ」の中めりと西語の「は」の中めり、同じ音程にするためにはかなり顎の角度が違うんですね。でもちろん音の表情、音色全然違いますから、聞いた感じは別世界なんですけれども、同じ音程ということになりますね。そこはね、なかなか難しいです、これは。ですよね。同じ音程にするには相当ご覧のとおりに顎を上げてるわけですね。でもまあこの音程で吹いた方が、最後の音程で「り」の音程にね、解決した方が節としてもいいような気がいたします。ですから「ロ」の大メリに、西語の「は」のメリ、これ両方とも中メリの律で吹いております。で次は間音に行きますね。間と書いてありませんが、これ間音です。というふうにですね、譜面をご覧ください。この部分に関しては、私はメリが書いてない、要するに中って中メリですよね。音は全部仮で吹いています、ね。ですからチーレチー、ここで半音、このチのメリで上げて、転調させてます。で、またここで中メリになるという方がですね、やっぱり曲想としても変化があって面白いように感じます。なので、そういう解釈で吹いております。もう一回やります。そして次の「ちいれつ」でこう線が書いてありますね、ぐにゃっと。これはですね、こちらの4番のような手かなと思ってるんですね。これ、めり込んで吸って、
ね、まあこの場合は音を抜いてるんですが、まあ次に音がありますから、こちらの解釈でもいいですよね。ツーメリコンで、2を吸ってツーリー、まあ特にここはね5では当たりませんけれども、まあこれに近い音形としてですね。だからこうなります。ですね。で次、このハロー、普通ハロー音を吹く場合にはロは仮なんですが、これやっぱり大メリと書いてあるんで、もしこれを大メリで吹いちゃうと、この冒頭の装飾音のハ、これも西語の歯の大メリですから、全く同じ音にならなきゃ変なはずなんです。でもそれはやっぱり音楽としてはちょっと無理があると思うので、私はこのロは中メリで吹いております。ですね。切るですね。まあ、ここに緩むと書いてますね。まあ、先ほどありましたね。ちょっとだけ段落ですから緩むと L 字となります。先へ行きます。これは今しがたやったのとこれと同じことですね。ツーリーですね。はい、先行きます。ここですね。ですね。で次の、チ、カル、チのカルですね。でする、大きく、まあすり上げをするですね。ここはねチーということですね。はい、そこまいります。でここからですね、ちょっと拍子に乗る部分となってますね。レーレーリーヒーヒーチーレーレーリーヒーチーレーレーですね。というちょっと独特な拍子になるところ。ところがですね、これ言ってみればね、まあ何と言いますかね、1秒単位で考えれば1フレーズが2拍子半なんですよね。ね、レーレーリー、次の裏拍から次の裏ヒーヒーチーレー、これは3拍子あります、ね、で次はレーリー、まあ、1拍子半ですね。つまりここがまあ現代風に言えば変拍子になってますね。本来の雅楽ではあまりそういうことはありません。ですからまあここは雅楽的な曲であろうとも、これは非常にオリジナルであるということだと思います。ということですね。はい、それで次に参ります。
レチレチレですね。はい。地の最後にやっぱりこう、ね、線が描かれてるんですね。これはさっきお話したこの4番の形に近いかな。チーですね。まあ、非常に雅楽的ですね。というように、まあすり手を多用して私は吹いてます。まあやはり金鼓流自体が雅楽からのいろいろなテクニックを応用して、定番、その様式が作られたのではないかと思っておりますので、逆にこういう雅楽的な曲には金鼓流の手を入れて吹いております。この曲はですね、私実はよくいろいろなパフォーマンスで吹くことがあるんですね。私のとですけれども、デーモン閣下との本学維新、今年令和2年にですね、おかげさまで20周年になります。で今年、今まだ5月の末ですけれども、できるかどうか微妙なんですが、9月の4日にみなとみらいの大ホールで、20周年記念公演をやります。でその時に夢枕漠さんがそのためのシナリオを今書き下ろしをしている最中なんですね。で本邦初演のプログラムを、題材は、おそらく多分陰陽師かなと思っております。で当然そういう時にはこういう曲のモチーフを、閣下の朗読と一緒に使うと効果的かなと今思っている最中なんですけれども、そうした場面設定、やんごとない雰囲気の昔の宮中の場面等々にですね、この曲を使う時非常に
便利だなとありがたいなと思って使っております。はい、以上、4回に分けさせていただきましたけれども、聖徳太子作祖幕者演奏と、演奏解説をさせていただきました。どうもありがとうございました。